しばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでヨボヨボで一軒とも歩けません。他の鳥はもう夜中の顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、夜中よりはずっと上だと思っていましたので、夕方など夜中に会うとさもさも嫌そうに信じて目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでも夜中の真っ向から悪口を言いました。はっ、また出てきたね。まああなたまあほら、本当に鳥の仲間のつらい虫だよ。お前が来たかどうか聞いてやるから、一軒でも
来なかったといううちがあったら、もう貴様もその時がおしまいだから。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことするくらいなら私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらんよ。一座なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰ってゆきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからかな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊の目白が巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやった。そしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、辛い話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました。小さなハムシが幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちによだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲は寝ずに色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがよだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたが、そのときなんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかれたようにも思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉を引っかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとしてよだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。カブトムシやたくさんのハムシたちが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。
夜中はまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んで行きました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山富士を見ていたところでした。そして夜中に降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急なご用ですか？いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前、ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになっちゃうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないんだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかは、いたずらにお魚を取ったりしないようにしておくれね。さよなら。兄さん、どうしたんです？ちょっとお待ちなさい。いや、いつまで行っても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜は明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。夜中は高くケシ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 と鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽焼けを揃えて、また巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました。夜中はグラグラするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んで行きました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところに連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼ける時には小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。言っても言ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前は夜中だな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今夜空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。夜中はお辞儀を一つしたと思いましたが、急にグラグラしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登って、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。ヨダカは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青く一面の星が瞬いていました。夜中は空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。夜中はその日のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、夜中などはてんで相手にしませんでした。夜中は泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっ
と踏み止まってもう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなもんだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年、億長年だ。そしてまた別の方に行きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空を巡りました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の私の城よ、王様、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。わしは王府に言いました。羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を
開けてもういっぺん空を見ました。そうです、これが夜中の最後でした。もう夜中は落ちているのか登っているのか逆さになっているのか上を向いているのかも分かりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらく夜中ははっきり眼を開きました。そして自分の体が今輪の火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオペア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そして夜中の星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ